いや、最近ちょっとね、寒くなってまいりました。なんかまた同じような質問が来たので答えようと思います。今から平板の単語に助詞をつけて、なおかつ2種類のイントネーションで読みます。じゃあ、水。平板ですね。水。これにがをつけます。水が。これがまあ普通の言い方ですね。で、助詞のがを強調したときは、水が、こういう感じです。水が。水が。 これは多分大丈夫だと思います。で、問題は次です。頭だか、または中だか、小だかなどの単語と最後の白を強調する場合のイントネーションです。では最初から。だけど。まあ、これで一つですね。だけど。普通の言い方。これを、だけど。こうやって言うとそのどう強調した感じになります。だけど。まあ、じゃあもう一度言いますね。だけど。だけど。 で次が、じゃあ、卵。これ中高ですけど、最後の5を強調します。そうすると、卵。こういう感じになりますね。じゃあ、例えばですけど、今からケーキを作りますが、材料は、小麦粉、卵、牛乳、みたいな。こういう感じですね。で、最後、山。これお高です。山が。これが普通の言い方ですね。山が。それに対して、がを強調してみましょう。山が、山が、 先ほどのじゃあ平板の例と比較しますね。水ですけど、じゃあ普通の言い方、水が、がを強調すると、水が、水が、こんな感じですね。で、山が、普通の言い方と、山が、山が、で、最後にじゃあ水がと山がのそのがを強調した形を比較します。水が、山が、水が、 山が、ぜひ、これを繰り返して、何度も何度も言ってみましょう。水が、山が、水が、山が、やっぱりちょっと違いますよね。水が、山が、これ日本人は、まあ多分半分以上だと思いますけど、普通に多分聞き取れます。なのでまあ、やっぱりできた方がいいかなと思います。はい。